どうも、ゆうさです。はい、さあ、前編メシウマ動画でお送りしております。私のシリーズガチャでございます。さあ、13、いきます。ここはね、結構実は、あったりするのよね。バーストが欲しい、逆にここは。って言って1個しか出てない。ジェイン氷ですもんね。他あったのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあまあもうその夢はなくなったんですけど、はい、あ、ライトニング、ライトさん、ピンクの剣かわいいですね。これめっちゃナイトセーバー、戦技、はい、雷強化、待機時間なしで敵単体6回連続の雷、ああいいやん、いいっすやん、これ、あ、これいいやんか、これ俺めっちゃいいっすわ。奥義あるんで、奥義超絶あるんで、超絶の前に一発これ打って、で超絶打って奥義みたいな流れいきたいっすね。うん、これはまあ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 、外れの中では当たりみたいな嫌な感じやな。はい、行きましょう。次ここ、いやここどうやろ、いやもう何でもいいっす、何でもいいっす。ここは多分装備薄めなので、ほい、3つ、まあ、多分レジェマってメインで来るでしょうからね。さあ、かぶってはいないのよな、本当に今回かぶりはほとんどかぶりなし。なんじゃこれ、何これ、セルフガソリンスタンドみたいなの出てきた。うん、これも知らないですね。これは展開みたいな見た目やけど、展開入ってないはずですよね。ということはアルフィのヤシトラマスターになってる。あ、これ持ってたんか、マストラのマテリア。これはサンクレッドバースト、炎属性弱体化、絶妙、ほい、これまた絶妙やな。でこっちはサンクレッドバースト、なぜサンクレッドセットが毒、味方全体分身、あ、ちょっと変わってるな、待機時間なし味方全体分身のバーストで毒、ちょっと変わってますね。まあ、今後に期待って感じなのかな。へえ、ありがとうございます。ちょっと変わった仕様。はい、じゃあ15いきますよ。さあ、ちょっと分かります、声がテンション下がってんの、ほんまにきついよこれ。久しぶりにここまでやばいガチャ引いてますけど、また出ない、また出ない、ミラボが出ない、マジで出ない。3個で出るものが11個で出ないもんね。さあ行きます。はい、持ってる、これかぶり、ここやねんて、ここやねんて、ほい、はい持ってる、はい、これかぶり、あ、いや違う、これ持ってないわ、これバーストっすよね、これも、いや違う、戦技か、まあまあ持ってない。待機時間なしで自身に受ける攻撃を最大 HP 100% まで無効化するバリア不要、一定時間物理攻撃アビリティブースト、絶妙、この仕様絶妙やねんな。まあでもたまに使うんですよこれ、このパターン、まあ、闇せしの戦技とほぼ一緒なんですけど、なんか一人になって追い込まれて回復できない時とかにこれを使って回復の代わりにする時はありますね。はい、これはかぶり、地属性のバーストですね。はい、ありがとうございます。よし、残りミスリル39個、あと霊式とタクティクスあるんで、ラスト荷物整頓してこの2つ引きます。ここで一気にミラボの狩りを取り返したいと思います。では見ていただいてありがとうございました。